極天宝マサルは、モンゴル国ウランバートル市、奈良福奈良イハ町出身で、友綱部屋に所属していた、元大相撲力士。本名は、大田マサル。モンゴル名は、ニャムジャウィンツェウェグニャム。現在は年寄り、11代友綱を襲名し、友綱部屋の師匠として、後進の指導に当たっている。愛称は、天宝。37歳で、史上最年長初優勝を果たし、 40歳になって以降も幕内力士として活躍したことからマスコミでは各界のレジェンドとも形容されていた。現役時代の体格は身長190センチメートル、体重161キログラム。長身による懐の深さを生かした取り口で知られた。特異種は右四つより、最高位は西関分け。もともと相撲や柔道の経験は、 ほとんどなく、中学時代はバスケットボールをしていた。1992年2月に、極州山や朝日天山らとともに来日して大島部屋に入門し、大相撲史上初のモンゴル出身力士の一人として、同年3月場所において初土俵を踏む。四個名、極天宝のうち、宝の字は横綱の大邦にちなむ。来日して半年後に、 稽古の厳しさや日本の食文化などに馴染めず、共に来日した5人と部屋を脱走してモンゴル、大使館に駆け込むが、モンゴルの実家まで来た、師匠、二代大島に、3年間は相撲を取るという約束がある。今に相撲は、モンゴルの時代になると説得されて、部屋へ戻った。とはいえ脱走から戻ってきた力士への部屋の衆からの、目は厳しく、 実際、脱走直後の1993年、1月場所はその雰囲気に耐えられなかったため、大使館から場所入りするという特別待遇を認めてもらうことで、やり過ごした。来日後の3ヶ月間は、通訳がついたものの、部屋のルールでモンゴル語を一言喋るごとに、罰金3000円、カラオケで覚える、などの工夫によりほとんど辞書を使わずに、流暢な日本語を習得した。 後には、その経験を買われて、2000年5月30日に、学習ストラテジー概論、効果的な言語習得のためにというテーマで、早稲田大学日本語研究教育センター教授の宮崎里氏と対話形式で授業を行ったことがある。その内容は、外国人力士はなぜ、日本語が上手いのかという宮崎里氏の著書でも、紹介されている。 1994年3月場所に幕下へ昇進し、1996年1月場所には西幕下9枚目の位置で7戦全勝という成績を挙げて優勝決定戦まで進出した。優勝決定戦ではこの場所において幕下付けでで初土俵を踏んだ熊谷に敗れたものの幕下15枚目以内で7戦全勝すれば無条件に重量昇進するという内気により、 翌3月場所において新十両へ昇進した。その後途中で幕下へ陥落することもあったものの約2年間にわたって十両に在位し1998年1月場所において新入幕を果たした。その後十両へ2回陥落したものの1999年5月場所に3回目の入幕を果たしてからは幕内に定着し、 2000年1月場所では11勝4敗と幕内では自身初となる2桁勝利を挙げて初の関東賞を受賞した2002年1月場所では新三役となる東小結びへ昇進した2002年9月場所では横綱高野花を破って初の金星を挙げた2003年3月場所には横綱朝昇龍を駆け投げで破り2個目の金星を挙げ 東前頭非頭の位置で9勝6敗と勝ち越して2回目の関東賞を受賞した。西小結へ昇進した翌、5月場所でも10勝5敗と3役としては、自身初となる勝ち越しを決めて3回目の関東賞を受賞した。自己最高位となる西関分けへと昇進した翌、7月場所では6勝9敗と負け越したものの、翌9月場所では、 東前頭2枚目の位置で10勝5敗の高成績を上げて4回目の関東賞を受賞した。2004年1月に日本国籍の取得を申請し、2005年5月12日にモンゴル国籍を離脱、同年6月22日に朝日天山と共に日本国籍を取得して、モンゴル出身力士としては初となる日本への帰還を果たした。2004年5月場所、 朝昇流に釣り出しで勝利したが三役に復帰してたため金星にならなかったりもした。2006年1月にはモンゴル政府よりオリンピックのメダリストなどに贈られるスポーツ功労賞を受賞している。大相撲力士では極州山、朝昇流に続いて三人目の受賞者となった。同年5月23日には婚約を発表した。 2006年7月場所には、当時の現役力士では、土佐の海と並び史上1位となる幕内連続出場660回を記録した。その後も幕内連続出場は続いたものの、2007年5月場所前に人身事故を起こし出場停止処分を受けて、この場所を全休し、現役力士では単独1位となっていた。 幕内連続出場記録は720回で途切れた。8年ぶりに重量へ陥落した翌、7月場所では12勝3敗と大きく勝ち越して、優勝決定戦まで進出し、優勝決定戦では共栄戦で岩木山に敗れた、ものの、翌、9月場所に1場所で幕内へ復帰した。その9月場所では千秋楽まで白鵬と優勝を争い、 最終的には12勝3敗という好成績を挙げて5回目の関東賞を受賞した。2007年11月場所で朝日天山が引退して以降は極州山らと共に来日した初のモンゴル出身力士6人の中で現役最後の力士となった。2009年1月場所では西前頭筆頭の位置で9勝6敗と勝ち越し、翌、 3月場所において17場所ぶりに小結びに復帰した。34歳5ヶ月での三役昇進は戦後では、大関経験者を除いて、史上9位の年長記録となった。同年、7月場所にも小結びに昇進し、34歳9ヶ月16日での三役昇進は戦後では、大関経験者を除いて、史上6位の年長記録。 通算10回目の三役昇進は史上8位体の記録となった。2009年7月場所は東小結びの地位を与えられたが、この時34歳9ヶ月であり、この時点で外国出身力士の高齢三役昇進記録第2位の記録を達成。2012年4月に師匠の二代大島が定年退職を迎えて大島部屋が閉鎖されたため、 他の所属力士と共に友綱部屋へと移籍した。友綱部屋へ移籍後初の場所となった同年、5月場所では、西前頭7枚目の位置で5日目までは、黒星と白星が交互に続く2勝3敗の成績だったものの、そこから一転して会長に白星を重ねていき、14日目には、大関、こと、欧州を豪快な上手投げで破り、千秋楽には関分け、関脇、 豪栄道にも勝利して10連勝し、12勝3敗の成績で優勝決定戦まで進出した。優勝決定戦では、千秋楽では対戦相手の古都欧州が前日の極転法戦で右側根骨靭帯を損傷し休場したために、不戦勝となった土地王山と現行制度では初となる平幕力士同士での対戦となり、その優勝決定戦で、 土地王山を叩き込みで破り、自震初となる幕内最高優勝を果たし、同時に6回目の関東賞も受賞。優勝パレードでは、後輩でもある横綱白鵬が自ら騎手を買って出た。次の通り、大ベテラン力士による記録ずくめの平幕優勝ということもあり、マスコミでは大きな話題になった。平幕優勝に続く2012年7月場所では、 東前頭筆頭の位置で初日から八連敗と早々に負け越しが決まり以降も制裁を変えて初日から十三連敗を起死してしまい十四日目と千秋楽には勝利して十五戦全敗は免れたものの結果的には二勝十三敗という大敗に終わった一場所十五日制が定着した九百四十九年以降で全場所の優勝力士が翌場所において 初日から8連敗で負け越すのは史上初のこととなり、また前場所の優勝力士が翌場所に解禁して13敗を起死したのは1968年5月場所における若老及び2000年5月場所における高藤力と並ぶ史上1位のワースト記録となった。東前頭11枚目の位置まで番付を下げた翌9月場所では 幕内では地震初となる初日からの8連勝で中日に勝ち越しを決めた。38歳0ヶ月3日での幕内中日勝ち越しは1952年1月場所における羽黒さんの37歳2ヶ月を60年ぶりに更新する史上最年長記録となった。9日目には土地王山を破り通算813勝目を挙げて貢献さんが持つ 外国出身力士の最多通算勝利記録を28年ぶりに更新した。その後は優勝争いからは脱落し、勝てば関東賞受賞が決まっていた千秋楽の合栄道戦にも敗れてしまい三賞受賞も逃したものの10勝5敗という好成績を挙げた。翌11月場所でも10勝5敗の成績を挙げて、自身初となる2場所を連続しての2桁勝利を、 記録した。2013年3月場所では9日目に通算出場1655回を記録して、高健さんが持つ外国出身力士の最多通算出場記録を29年ぶりに更新した。同年9月13日には39歳の誕生日を迎えて年6場所制となった1958年以降に初土俵を踏んだ力士としては百八十四年。 3月場所において39歳8ヶ月で十両へ、陥落するまで幕内に在位した、高健さんに次いで2人目となる39歳の幕内力士となり、直後に行われた同年、9月場所では13日目に勝ち越しを決めて、年の区場所制となった1958年以降では、1983年、11月場所において39歳5ヶ月で勝ち越しを果たした、 高健さんに次いで二人目となる39歳での幕内勝ち越しを記録した。2014年1月場所では10日目に白鵬と結びの一番で対戦し、昭和以降では1983年7月場所での千代の富士戦における高健さんの39歳0ヶ月を抜いて史上最年長となる39歳4ヶ月での結びの一番への出場を記録した。 11日目には王を抜いて、史上3位となる通算出場1732回を記録した。翌、3月場所では12日目に勝ち越しを決めて、年6場所制となった1958年以降では、後見算を抜いて、史上最年長記録となる39歳6ヶ月での幕内勝ち越しを記録すると同時に、39歳を迎えて、 以降に複数回の幕内勝ち越しを記録した史上初の力士となった。翌5月場所では初日の時点で39歳7ヶ月28日となり年6場所制となった1958年以降に初土俵を踏んだ力士としては1984年1月場所千秋楽における 高健さんの39歳7ヶ月6日の記録を30年ぶりに更新しての史上最年長幕打ち力士となった。6日目には新横綱の角竜と7日目には白鵬とそれぞれ結びの一番で対戦し、自身が持つ結びの一番の史上最年長出場記録を39歳8ヶ月に更新した。10日目には同場所における初白帽子を挙げて、 1984年1月場所初日に幕内にて、高健さんが39歳206日で挙げた白星の記録を抜いて、年6場所制となった1958年以降に初土俵を踏んだ力士としては、最年長記録となる39歳249日での幕内勝利を記録した。翌7月場所では14日目に寺尾を抜いて、 史上3位となる幕内通算出場1379回を記録した。2014年9月13日には40歳の誕生日を迎えて、昭和以降では1954年9月場所における名鎧は以来となる5人目、年の区場所制となった1958年以降に、初土俵を踏んだ力士としては、史上初となる40歳の幕内力士となり、 その翌日から開始された同年、9月場所では、初日に、沖縄海を上手投げで破り、1954年、9月場所戦集落において、名鎧り和が、ゾウミ山に勝利して、以来60年ぶりとなる40歳での幕内勝利を記録した。13日目には、土地の和歌を破って、勝ち越しを決めて、昭和以降では1935年5月場所における、 野代方と1941年5月場所における、藤野里に続いて3人目、戦後及び年の区場所制となった1958年以降では、史上初となる40歳代での幕内ち勝ち越しを記録した。先週楽には寺尾を抜いて、史上2位となる通算出場1796回を記録した。翌、11月場所では4日目に大塩に次いで、 史上二人目となる通算出場1800回を記録し、五日目には、高検山、海王に続いて三人目となる幕内通算出場1400回を記録した。六日目には、千代大流を寄り切りで破り、海王、千代の富士、大塩、北の海に続いて、史上五人目となる通算900勝を達成した。九日目には、豊野島を破って、勝ち越しを決めて、 昭和以降では1935年5月場所における、野代方の40歳1ヶ月15日を抜いて、史上最年長記録となる40歳2ヶ月4日での幕内勝ち越しを記録すると同時に、40歳以来を迎えて以降に複数回の幕内勝ち越しを記録した史上初の力士となった。その後は優勝争いからは脱落したものの、勝ては。 関東省受賞が決まっていた千秋楽の千代マル戦には勝利して、最終的には10勝5敗の好成績を上げて7回目の関東省を受賞し、1958年11月場所において38歳9ヶ月で技能賞を受賞した若瀬川の史上最年長3勝受賞記録を56年ぶりに更新すると同時に、 昭和以降では、史上初となる40歳代での三勝受賞並びに、幕内での2桁勝利を記録した。2015年3月場所では6日目に、貢献産を抜いて、史上2位となる幕内通算出場1431回を記録した。翌、5月場所では5日目に、海王を抜いて、史上1位となる幕内通算出場1445回を記録し、 14日目には佐田の富士を破って、勝ち越しを決めて、自身が持つ昭和以降における、幕内勝ち越しの史上最年長記録を40歳8、ヶ月10日に更新した。西前頭11枚目の位置で迎えた同年、7月場所では、9日目に、豊ノ島に敗れて、寺尾を抜いて、史上1位となる、通算939杯目を記録した。十一日目には高の岩に敗れて、 負け越しが決まり、以降も、制裁を書いて全く白星を上げることができず、最終的に3勝12敗と大敗して、翌、9月場所における重量陥落が、決定的となった。本人は重量へ陥落した場合は、重量では相撲を取らずに引退することを公言していたため、先週落の翌日となる同年7月27日に、現役引退を発表し、年寄り、 四代大,大島を襲名して友綱部屋の部屋付き親方に就任した。引退会見では白星黒星で左右される勝負の世界。年齢が行くと気持ちのダメージが大きい。自分の力がなくなったんじゃないかと気持ちの糸が切れた感じとコメントし、重量でもう一回スタートラインに行く自信はないともこぼした。思い出の一番として2012年5月場所の 優勝決定戦を挙げており、土俵の上で泣いたのは初めて。あの優勝でいろんな人に知ってもらったし、僕も成長できたと振り返った。親方としての目標を、たくさんの拍手、声援をもらい、みんなに愛される力士を育てたいと語り、将来は部屋持ち親方として、極天法2世を送り出す夢を明らかにした。同年7月29日には、 ウランバートル市内で夫人と9年越しに結婚式を挙行した。現役引退から10ヶ月を経た2016年5月29日に、両国国技館で断髪式が開かれた。元小結び、極州山や元横綱、朝昇流などが駆けつけ、仙台大島や伊勢ヶ浜、横綱、白鵬など、関取集ら約400人がハサミを入れ、最後は仙台大島の見守る前で、 友綱親方が止めばさみを入れた。涙ながらに断髪を終えた大島親方は、これで本当にお相撲さんとして卒業だなとしみじみ話した。モンゴル勢の流星の石を気づいたことには、結果的に我々が行ったから来やすくなったのは事実。頑張りは本人たち。そこに、たまたま自分が最初にいた。ついてる男だなと思うと述べた。 現役時の一番の思い出には、37歳8ヶ月で、史上最年長での初優勝を果たした2012年、5月場所を挙げ、やっぱり優勝がなかったら、レジェンドとか呼ばれることもなかったと思うと振り返った。2017年6月12日に10代友綱が、定年を迎えることから、同年5月場所終了後に年寄り名跡を交換し11代友綱を襲名。 友綱部屋もそのまま継承することが決定。外国出身力士では4人目、モンゴル出身力士では初の師匠となる。そして6月11日をもって10代友綱との名跡交換を行い、11代友綱として部屋の師匠につき、同日には東京都墨田区内のホテルで襲名披露パーティーも行った。13日、師匠が代替わりして初の稽古を部屋で行った。 午前7時半から約2時間半、仙台師匠の大島も見守る中、海生らが稽古。新たな船出に勝手が違うのか、友綱はいつも端っこに座ってたから違和感があるね、と何度も稽古場を歩きながら、力士に声をかけた。一家で同居するのは8月からで、実感するのはそれから。新弟子のしこ名に法の字をつけて、極天法を名乗りたい力士には、こだわらないと。 寛容な姿勢も示した。2020年12月10日には、同郷のモンゴル出身の横綱、各竜が帰化を果たしたことに対して、素直に嬉しいし、良かった。国籍を変えることは複雑で、難しいこともある。覚悟もいる。だけど頑張っていけばみんな理解してくれる。これで心もすっきりして、相撲が取れると思うとコメント。 右四つ得意とされ、実際に右四つに組むことが多いが、左四つでも遜色なく取れる、いわゆる、生倉四つである。右でも左でも胸を合わせたがっぷりの体勢になれば、十分で、回しを引きつけて釣り寄り気味によって出る。この方になれば横綱、大関とも、互角以上に渡り合う自力があり、懐が深いために両上手の、いわゆる外四つの状態でもある程度の相撲が取れ、 逆転の叩きや引き落としも決まる。しかし、自身も腰が高いことが多いため、よってでながら土俵際で逆転を食らうことが多かった。立ち合いでは、勢いよく、足を出して刺すか、上手を狙うが、当たりは強くなく、脇が甘い。また、突き押しが増え手であるため、立ち合いで優位に立てなければあまり攻めてはなかったようで、ある。また、 四つ相撲の取り手としては珍しくつら相撲の傾向があった。怪我に強く、上記の近親による休場を除けば、休場は、蝶二段時代の全休一度だけで、幕内で休場したことは一回もなく、40歳に達しても、若々しい体の張りを保ち続けて、大相撲中継で、アナウンサーや解説者に、しきりに体が若いなどと簡単されていた。 北野富士勝明は本人が幕内最高優勝を果たした2012年5月場所千秋楽の NHK 総合大相撲中継における解説にてこの人はあと5年は取れるねと評した筋力は年齢を重ねても衰えず2015年1月10日に放送された TBS ジョブチューン SP にゲストとして出演した際には白鵬など 他のゲストの力士らと背筋力測定のコーナーに挑戦して、そこで 296.5kg を記録して優勝し、出演者の堀内健から40歳ですよねとその快力ぶりを強嘆された。カッコ内は価値数、不数の中に占める不戦勝、不戦敗の数。太字は2020年11月場所終了現在、現役力士。ありがとうございます。